メンディーさんと、タイキ君には壁にぶつかるときはどのように乗り越えてきましたか、教えてくださいということですね。はい、まあね、それぞれね、まあ壁にぶつかることってね、結構まあ多々あると思うんですけど、はい、ね、そうですね、壁にぶつかるとき、うん、でもトレーニングとかが辛くて、うん、これやばいかもみたいな壁にぶつかるときはでもあります、ね、ちょっと待って、その壁ちょっと違くないか。違いますか。ちょっと違う壁。ちょっと違う壁だよね、なんかね。壁違いす、ね、壁違います。まあまあまあいいや。でも、なんか目的があるならいいね。ダイエットとかなんかそう。そうですね、うん。そのなんか、目的を絶対達成、うん、これやれば絶対できるって思ってやってきました。うんうんうん、何でも、うんうん、スポーツ男子とかでも、ああ、なるほど、そうかそうか、もうこれ頑張ったら優勝できるんだろうみたいな。そうだね。それはね、いいね。そういうこう、うん、モチベーションの上げ方でやってきました。うん、合宿中とかもこれ頑張ったら、このレッスン頑張ったらエグゼルになれるんだろうみたいな、うん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 、そういうあのモチベーションの上げ方で、うんうんうん、今まで生きてきました。人生論かかんない。はい、なるほど。大輝どうですか。そうですね、僕はなんかこの壁をそれこそ乗り越えた時に、あ、達成感とかあるじゃないですか。あるね。そのことを考えて、例えばこのチーバさん、チーバ君だったら、うん、駅伝部だとしたら、そのゴールテープを切った後のみんなとの、あ、お疲れみたいな、よかったよみたいなことを考えたり、うんうん、あと基本的にポジティブに考えることです、ね、ああ、そうだね、はい、そこいいことだと思う。ネガティブにならない方が絶対いいと思います。そう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 、ほんとそうだと思う、うん、だからやっぱね、こう壁っていうのはね、こうある意味、うん、その人を育ててくれるものなんですよ。そうですね、うん、はい、だからこれを一個一個、まあ、クリアしていくというか、それがもしね、超えられないかったとして、要は超えられないっていうのは、例えばなんだろうな、じゃあ学校のテストでね、あの受験とかで落ちてしまってもさ、はい、ね、それを頑張った経験が、うん、ね、結果じゃなくて経験が自分をこう作ってくれるわけですよ、はい、ですだからね、とにかくね、いっぱいね、困難なね、うん、大きな山とかさ、壁はあったとしても、はい、それにね、こう挑戦する心っていうのがね、うん、大事なんだよね。そうですね、だからね、頑張ってほしいですね、はい。